ドリームチェイサーです。今回はこちら。仮面ライダーゴーストの変身ベルト、デラックスゴーストドライバーを買ってきました。今まで仮面ライダー系はライダーチャンネルの方で紹介してたんですけれども、仮面ライダーゴーストからお引越しをして、こちらで紹介していきたいと思います。今回は特別にゴーストアイコンが2個。俺ゴーストアイコンとエジソンゴーストアイコンが付属しています。ちょっと前に1個100円で売られていたこちらの俺ゴーストアイコン。一応これも買ってみていたんですが、どうやらこれと同じっぽい気もします。あ、やっぱりそうだ。デラックスゴーストドライバーと付属してる俺ゴーストアイコンと同じ仕様です。その代わり背面の QR コードは覗くって書いてるので、QR コードで読み込んだ時に別の音声が鳴るんですかね。ちょっと楽しみです。ボタンを押すと絵柄が変化していくみたいです。これも後で見てみましょう。では、こちらは？あ、こちらも同じですね。ボタンを押して絵柄が変化。ゴーストアイコンをセットして、そうするとバッチリ見なーって音声が流れてましたね。CM とかで一歩先に見てる人もいるんじゃないでしょうか。この待機音が発動して、この目を閉じらせる感じで、レバーを引っ張るとここが閉じるんですね。その後、これをカシャーンと元に押して戻してあげると、カイガーンってなって、俺、レッツゴー、覚悟、ゴー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 ストってなりまーす。必殺技は、再びトリガー操作をすると必殺技が発動するんですね。ゴーストアイコンを入れ替えて、ゴーストチェンジ。なるほど、なるほど。面白そうだ。では早速、開けてみたいと思います。では、早速、いきます。じゃじゃーん。開けるとこんな感じでいっぱい入ってる感じですね。ここにアイコンが2つ入ってます。ゴーストとエジソン2個ですね。あとこれがこの今回の目玉の本体の部分。どっちが上かな。あ、すごい。何これ。2つあってくっつける感じですね。これは後でパワーアップしてくるのかしら。まず全部出しちゃいましょう。これはベルトのバックルかな、止めるやつ。そしてこちらがベルトですね。はい、今回は全部でこんな感じ。ではこれをくっつけちゃいましょう。くっつけるの簡単かな、こんな感じがするんだけれども、違うんでしょうか。押し込んじゃえばいいのかな。あ、わかった。ここです。ここを押すとギュッと縮まるので、この時にはめて手を離すと、ここがくっつきます。なるほど、なるほど。そして、まず音声鳴らすためにはここですね。ここを、開けて電池を入れます。今回使うのは単4電池が3本。これは爪楊枝とかで開けるタイプですね。で、さっと押すとスライドして外せます。これに3本入れてスライドさせれば完了です。これで OK。はベルトをくっつけてかな、こんな感じ。このカラーリングはオレンジと黒はかっこいいですね。間に通してこんな感じです。アイコンのようなまん丸の留め具になってます。ア
イコンには表面にフィルムが貼ってあるので剥がしちゃいます。なるほど、こんな感じで変わってくるんですね。これによって音声が変わってくるのかな、楽しみ。そしてこちらがエジソン、こちらはこんな感じで変わっていきます。4つかな、絵柄が入ってますね。ではまずゴーストの方から音声聞いちゃいましょう。今回のスイッチは裏側ですね。ゴーストドライバー、目が光りました。そしてここを開けるのはこの上のボタンを押します。この時にゴーストのを入れます。閉めます。これがバッチリなーですね。じゃあ引っ張ります。目が閉まりましたね。では押します。ではその必殺技をやってみます。一回引いて閉めます。大海岸、俺、おめえドライブ。真ん中のさっきの押すと変わってた絵柄が、これを引いて押すことによって変わってくるんですね。それで音声も変わってくるみたいです。ではもう一回やったらどうなるでしょうか。大海岸、俺、オメガトライブ。この絵柄とは関係なく、一回変身したらこれになるんですかね。大海岸で必殺技になるんですかね。もう一回やってみましょう。あ、それっぽいですね。この絵柄にしてもそうなるんですね。お、これ大目玉に音声が変わりましたね。おー、なるほど。このゴーストの絵の時は音声が違うっぽいですね。じゃあ出してみましょう。見えます。おやすみ。ドライブの時にはナイスドライブとかお疲れとかだったんですけれども、今回はおやすみだそうです。これは面白い。ではこちらのエジソンの方を入れてみましょう。では必殺技。大海岸、エジソン、オメガドライブ。大海岸の後にアイコンの名前を言ってオメガドライブという組み合わせなのかな。何回かまたやってみたいと思います。
1回目に変身した時の絵柄が来る時に、大目玉の音声になるっぽいですね。それにしても音がものすごく大きいので、みんなびっくりしないでくださいって感じです。では、こちらも変身。ということで、今回は仮面ライダーゴーストの変身ベルト、デラックスゴーストドライバーを紹介しました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。